オーバーウルゼル旧市街のパノラマオーバーウルゼルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属すホーホタウヌス軍の市で、ある。本市の人口は約4万6千人であり、同軍で2番目に大きな町であり、ヘッセン州では13番目に大きな町である。本市は、フランクフルトアムマインと直接境を接している。オーバーウルゼルは、 隣接する軽ニヒシュタインイムタウヌス、クローンベルクイムタウヌス、バートホムブルクフォア、デアヘイエと同様に人気の比較的高価な住宅地である。さらに、オーバーウルゼル市の2013年の購買力インデックスはドイツ全土の平均値を超える143%であった。オーバーウルゼル市の南北の最大幅は 7.2km。 東西のそれは 13.0km である。オーバーウールゼルは、北西は、シュミテン、北東は、バート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエ、南東は、フランクフルト・アムマイン、南は、シュタイン・バッハ、南西は、クローンベルク・イム・タウヌス及び、ケーニヒ・シュタイン・イム・タウヌスと境を接している。オーバーウールゼルは、中核宿であるオーバーウールゼルの他に、ボンメルスハイム、オーバーシテテン、 シュティールュタット、バイスキルヒエンで構成されている。ボンメルスハイムは早くも1929年に合併した。その他の市区は1972年の市町村再編に伴ってオーバーウルゼル市に合併した。タウヌス山地の斜面が北西から来る雨雲の多くを市社会直前で食い止めるため、オーバーウルゼルの天候は この地域に出される予報よりもおおむねやや良い天気となる。太陽を囲む雲がオーバーウルゼルにだけかからない状態の雲の穴をオルシェラーゾンネンロッホと呼ぶ。オーバーウルゼルの地域はハイルクリマパルクホーホタウヌスの上り口にあたる。ウルゼルの死壁配置図ロルシュ文書に含まれる791年4月26日のロルシュ修道院への寄進場にアーセラ村が 初めて記録されている。スースジャーという名前の男が修道院に60、モルゲンの土地、一人の下男とアーセラとスティアーシュタットの二つの農園を起進したという内容である。880年にはモネステリアムアドルセイアムとして教会が記述されており、1317年には市場での取引が記録されている。1444年にこの町に、 都市圏は授けられた。その2年後に都市防衛施設が完成した。この町は15世紀に急速に発展したため、1481年に市壁が東に向かって拡張された。1520年代に教会の近くにラテン語学校が開校したが、その意向は現存していない。1535年にオーバーウルゼルはシュトレベルク博ルートビヒの統治下に置かれ、 プロテスタントの町となった。1557年に出版社、ニコラウス・ヘンリクスが設立された。1581年に、ケーニヒスタイン白領全域が、マインツ選定公領,領となり、対抗宗教改革で、町は再びカトリック化された。この町の特に重要な産業は、中世後期から近世初期にかけては、食婦産業であった。 1646年のマテウス・メイリアンの同伴画に描かれたオーバー・ウルゼルこの街は30年戦争で1622年と1645年の2回破壊され人口は1600人から600人にまで減少した。1645年にはほぼすべての建物が消失し、旧市庁舎、パン焼き構や,やマルクト広場近くの民家の3棟だけが焼け残った。 このため、現在オーバーウルゼルの旧市街に立つ、最も古い建物は17世紀のものである。隣接していたミッテルウルゼルは、完全に衰退した。その後、ウルゼルバッハ川の谷では、大きな水車が稼働するようになり、製紙用水車や製鉄、製銅用の水車も作られた。1803年、1806年に、マインズ選定工業の世俗化に伴って、 オーバーウルゼルはナッサウ広告領となった。本市はプロテスタントの領主の両方に編入されたにもかかわらずカトリックのまま存続した。1866年にオーバーウルゼルはプロイセン王国領となった。1858年の面紙宝石工場の建設によりオーバーウルゼルに工業化の波が押し寄せた。オーバーウルゼルは1860年に バート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエとフランクフルトとを結ぶ鉄道に接続した。1899年にはさらに、ホーエー・マルクへのローカル鉄道が開通した。旧ドゥラーク・ルフト本館、第二次世界大戦中、四北部の敷地に、ドゥラーク・ルフトと呼ばれる空軍の通過収容所が設けられた。撃墜されたアメリカ軍及び、イギリス軍の飛行機乗り組員はすべて、ここで、 ドイツ空軍の専門家による尋問を受けた。1945年3月30日、オーバーウルゼルはアメリカ軍第三軍によって占領された。アメリカ軍政府はドゥラークの敷地を接収し、そこにあった建物をキャンプキングとして転用した。ホーエマルク通りの、いわゆるハウスアラスカに、ラインハルトゲーレンをはじめとする行為の国家、社会主義者や、 ルドルフ・クリストフ・ホン・ゲルスドルフなどのヒトラー暗殺者が収容され尋問された。キャンプ・キングは1990年代までドイツに駐留するアメリカ軍の重要な足場の一つであった。現在は住宅地となっている。2011年6月10日から19日までオーバー・ウルゼル市は第51回ヘッセンの日の開催地となった。ボンメルスハイムは 自前の泉からでは飲料水が不十分であることから長年にわたってオーバーウルゼルと合併に関して交渉していた。この合併は1929年10月1日に達成された。1972年4月1日のヘッセン州の地域再編の際にオーバーシテッテンシュティールュタットバイスキルヒエンがオーバーウルゼル市に合併した。これらの旧山町村は 基本条例に基づき地区議会と地区長を有する行政地区が設けられている行政地区の境界はかつての町村境が用いられている。ボンメルスハイムには行政地区は設けられていない。その代わりにオーバーウルゼルはボンメルスハイム地区の問題のための委員会を設けている。オーバーウルゼルの地域はかつてローマイコールカトリックの土地であった。 初期教会は880年から、すでに文献に記述が残されている。カトリックのセイウルズラ教会は15世紀半ばから16世紀、初めに建設された。その後、30年戦争で二度破壊され、再建された。カトリック教会の他に、数多くの教会組織を含む、福音主義合同教会がある。さらに独立福音派イコールルター派教会のヘッセン。 南部教会管区に属す福音主義ルター派、聖イヨハネス教会組織も存在している。この教会で日曜日に行われる聖会ミサは、オーバーウルゼルでる異例のないものである。この教会のすぐ隣にオーバーウルゼル、ルーター派神学大学がある。独立福音派イコールルター派教会の牧師たちは、ここで、福音主義神学の学問を習得する。 聖クリストス教会戦没者記念碑、クリストス教会クリストス教会は、1913年に、カールスルーへの建築家クルイエル・モーザーによって、有限としている様式で建設され、1914年に、完成した。建設費は226,484.92マルクであった。現在保護文化財に指定されている、この教会は、 オーバー・ウールゼル最大の福音主義教会である。この教会堂はそれまでの福音主義教会、現在のフェルディナント・バルツァーハウスに変わるものであった。1855年10月24日に建設されたラーム門前のこの先代教会にはわずか200席しかなかった。これに対して1910年12月1日時点で、 オーバーウールゼルには3062人の福音主義住民が住んでいた。建設用地は1911年に体操協会が取得した。民間団体との土地交換によって現在の辞書が形成された。協会自体は道路から18メートル奥に建てられており、協会前広場が設けられている。協会の近くに戦争記念碑が建立されている。そこから、 公共の公園につながっている。教会にはメインスペースに504席、2階回廊に464席が用意されている。長道は他の教会のような長方形ではなく、ほぼ正方形である。内部には祭壇、講壇、オルガンが互いに軸となるよう配置されている。この教会の印象的な要素の一つが、入り口上部と本堂の側面に設けられた9枚の 彩色ガラス窓である。表現主義の芸術家、アウグスト・バッペ・ルガーによる、この作品は、イエスの生涯の重要な場面を描いている。教会組織は1914年に14,916マルクを費やして、総重量 5,400kg の制動性の金4基を購入し、工場解体後の1963年6月に、教会建設を開始した。 聖堂三次会員のハンス・ザイデナーターが1964年11月15日に礎石を据えた。この教会は1966年5月14日にホサシ教バルター・カンペによって性別された。この冬代わりな建物では放物線上のアーチ型の教会堂が目を引く。このアーチ型屋根は銅板で吹かれており典型的な録章が生じている。 この教会堂に高さ32メートルの重要館のある塔が接続している。教会には500席が用意されており、さらに付属礼拝堂のために30席がある。宿別の人口は以下の通りである。2015年12月31日時点の外国人比率は16.6%であった。その出身は120カ国にわたる。特に多いのはイタリア人、トルコ人、 ポーランド人、韓国人、アメリカ人の順である。オーバーウルゼル市長者市議会は本市の最高機関である。議員は5年ごとに選挙権を有する市民による直接選挙で選出される。選挙資格は18歳以上のドイツ人、または EU 加盟国の国籍を有するもので3ヶ月以上前からこの町に住んでいることである。 2016年3月6日の選挙時点では、本市の市議会は45議席で構成されている。第二次世界大戦後の市長を歴記する、ズ柄ガラ、青字。日本の赤い逆 V 字図形が描かれた金の盾が置かれ、その上から半身を表した赤い衣をまとい、金の冠をつけ、金の五光が刺すセールズラ。その右手には3本の矢。 左手には六本スポークの輪を掲げている。もともと三本あった逆 V 字図形は、この町が市に昇格した1444年当時にこの地を治めていたエッペンシュタイン家を示して、六本スポークのマインツの輪は1581年以降の領主であるマインツ選定校を表している。この文章は1908年に逆 V 字図形を二本に減らした形で承認された。 オーバーウルゼルは、以下の自治体と、姉妹都市協定を結んでいるフォアタウヌス博物館、マルクと広場一番地には、フォアタウヌス博物館がある。この博物館の重点テーマは、町の歴史、ケールト時代の古代史やオーバーウルゼルで生まれた、ボックスカートレースについてである。この他に、ホーエバハトの東博物館は、1000年前からの、セイウルズラ教会とその塔について展示している。 オーバーウルゼルの私立ホールについては、すでに1961年から議論がなされていた。1979年、視聴者の向かい側で、現在の私立ホールの建設が始まった。当時の金額で2300万ドイツマルクを費やし、かつての月ッミューレの場所に、私立ホールは建設された。その基礎部分は250台駐車可能な地下駐車場となっている。これは、 もともと2500人収容可能な防空壕としても機能するよう設けられたものであった。私立ホールは1982年に開館し、映画館、サークルスペース、ケーエゲルバ、1170席の大コンサートホールがある。私立ホールの運営は1985年から私施設局が行っている。映画館は2001年以降経済的理由で閉鎖されている。 夏休み期間中に、クンストグリフ協会は、文化プログラム、オルシェラー・ゾンマーを組織している。このイベントでは、地方バンドの野外コンサートや、視聴者広場及び博物館の中庭での映画上映がなされる。聖母会支援サークルは、聖母協会で、クラシック音楽や現代音楽のコンサートを開催している。 ドイツ初のボックスカートレース記念日1904年7月31日にドイツで初めてのボックスカートレースがオーバーウルゼルで開催された。オーバーウルゼル最大のスポーツクラブが TSG オーバーウルゼルである。ジアゴにはハンドボール、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、陸上競技、柔道、ダンスの各部門がある。都市体操及びフィットネス。 機械体操、健康スポーツといった部門の機械も設けられている。このクラブのハンドボールチームは、ランデスリーガミッテで活動している。ジアゴは、ハンドボールのジュニアトーナメント、オルシェラー・ベムベル2976年から毎年、参加している。この大会には、最大14カ国から125チームが参加した。オーバーウルゼルのブルンネンフェストでは、ジアゴは、 伝統的なブルンネンフェストレースを組織している。1、f c レイオニヤングボーイズ・オーバーウルゼルのサッカーチームは1951年、1952年シーズンにヘッセンハイで優勝した。1、海カ外イカイ V ・オーバーウルゼルの女子サッカーチームはフランクフルトグループリーグでプレーしている。この他のサッカークラブにはアイントラ派とオーバーウルゼルがある。 1921年に設立されたチェスクラブであるシャッハ・フェライン・オーバー・ウールゼルも成功したクラブで2002年にヘッセン・ブリッツ・シャッハ・マイスター・シャフトで優勝したテニスクラブ・オーバー・ウールゼル1901はドイツのテニスクラブの中で最も古いクラブの一つである2009年以降オーバー・ウールゼルにはドイツ・デュア・スローン選手権の短距離競技大会開催地となっている 主催者は、オーバー・ウルゼル水泳クラブのトライアスロン部門と、ドイツトライアスロン連盟との共催である。SCO のトライアスロン部門には、約100人の会員が所属しており、何度もリーグチャンピオンを獲得した。スポーツの看板となるのは、トライアスロン・ブンデスリーが2部の初代チャンピオンとなったことである。オーバー・ウルゼル市施設局は、屋内、屋外プール、タウナバー等を管理している。 このプールは緑に囲まれているが、町の中心部に位置している。屋外プールの建設は1934年から1936年にかけて国家労働法師団によって行われた。戦後、このプールはアメリカ占領軍によって接取されたが、1954年からは完全に解放された。1937年6月7日にこのプールは一般公開された。 オーバーウルゼル屋内プールは2008年9月に閉鎖された。この施設は技術的に老朽化しており、緊急な刷新が必要となったため、その管理について激しい議論がなされた。市議会の決議に応じて1500万ユーロの資金でリニューアルが行われた。新しいタウナバートは2014年12月に開館した。シラート。 フリードリヒ・ホン・シラーの栄誉を称えて、オーバー・ウールゼル市民とタウンスクラブによって、シラー塔が建設された。公式な落成式典は1905年5月7日に、なされた。シラーの没後100年の明日にあたる1905年5月9日に、一般公開された。高さ4メートルの台座の上に12.5メートルの、鋼鉄製の展望塔が設けられた。 なだらかな山の上に位置しており、タウヌス山地、フランクフルトや、ラインマイン地方至る展望が得られた。1960年代初めに、塔は改修された。やがて樹木が成長したことで、見晴らしが悪くなった。1960年代にこの塔の所有者となった市は、鉄塔を取り壊した。ダイザー残されたが、老朽化が進んだ。 1986年にタウヌスクラブの主導で台座の修復がなされた。2007、2008年にも改めて修復が行われている。ボックスカートレースオーバーウルゼルの1年のハイライトが初夏の泉祭りである。この祭りには周辺地域から何千人もの人々が本市を訪れる。この他にオーバーウルゼル住民は タウヌスカーニーバルパレード、マルクト広場でのラインガウのワイン祭、秋にブライヒエ祝祭広場で行われるタウヌス協会祭を毎年祝う。第一アドベントの週末に開催されるクリスマスマーケットでは飲食の他に手作りのクリスマス装飾がなされる。旧市街のマルクト広場では土曜日の午前中に食品と花の市場が開催される。オーバーウルゼルでは1九百四年から ボックスカートレースが開催されている。この伝統行事は2年間中断した後2009年から、オーバーウールゼル市とクンストグリフクラブとの共同で再び開催されるようになった。オーバーウールゼル市は2011年6月10日から19日まで第51回ヘッセンの日の開催地となった。オーバーウールゼルは他のタウヌス地方の都市と同様に、 人気の比較的高級な住宅地として知られている。オーバーウルゼル市は2013年に購買力インデックス143%を示した。隣の経営にヒシュタイン、クローンベルク、バーとホムブルクがこれより高い値を示した。オーバーウルゼル駅とバスステーションオーバーウルゼルはアウトバーン A661 号線経由でアクセスできる。A661 号線は 近郊のバートホームブルクジャンクションで A5 号線に接続している。フランクフルト国際空港へは約20分で到着できる。オーバーウルゼルには6本のバス路線が運行している。このうち2本は高速バスである。また、週末にはこれに加えて、フランクフルトのコンスタブラーバッヒエからの夜行バスもある。この他に、オーバーウルゼル市施設局が9本の独自の路線バスを、 毎日運行している。このうち3本は夕方のみの運行、3本はスクールバスである。駅には U3 号線、S5 号線及びタウヌス鉄道の列車が運行している。1899年からオーバーウルゼルは市内鉄道路線を有している。フランクフルターローカル鉄道は当初駅から方へ丸くまでを 蒸気機関車で走行する軽便鉄道であったが、1910年に電化され、ホーエマルクトからオーバーウールゼル駅及びフランクフルトヘッテルンハイムを経由してフランクフルトイコールインレンシュタットに至る路面電車となった。現在は U3 号線の一部をなっている。オーバーウールゼルには国際的に有名な企業が存在する。この街の重点産業分野は保険、 金融サービス及び観光業で、その代理店がある。現在、オーバー・ウルゼルには、観光業コンツェルン、トーマス・クック・エージー及び、エイビス・レンタカーの企業センターがある。保険分野の重要な雇用種としては、アルテ・ライプツィガーや、DA ダイレクトが挙げられる。オーバー・ウルゼルは、ロールス・ロイス・ドイチュラントアウトテック、モーニア・ブラース、バース・ガルバに行く。 ベップラーフィルターといった国際的に活動する製造業者の本社あるいは事業所が存在する。現在では、堀場ヨーロッパ、メスコ、マイアーガステクニークといった測定、制御、プロセス工学系企業も存在している。ツインマー電子システムは、精密測定技術分野の会社である。自動車産業の事業者としては、日本の自動車メーカー、は、バイスキルエンに、 欧州松田デザインセンターを有しており、アメリカ合衆国と日本にある別の二つのデザインセンターとともに、次世代自動車を開発するための新しいデザイン業務に取り組んでいる。クリニークホーエマルク本館外のはずれに、全国的に有名な精神、心理学療法のクリニークホーエマルクがある。この病院はかつてヨーロッパ貴族の間で有名な病院であった。 1933年に、マールブルクに本拠を構える、ドイツ・ゲマインシャフツ・ディアコニー・フェアバントが、経営者となり、その参家の病院として運営されている。次世代の権利財団は、1996年から、この町に本拠を置いている。ドイツ全土で活動する連盟の多くがオーバーウルゼルに拠点を置いている。オーバーウルゼルからのニュースは、フランクフルターノイエ・プレッセア、 フランクフルタールント社のホーホタウヌス版、あるいはわずかではあるが、フランクフルターアルゲマイネ・ザイトゥングにも掲載される。さらに、ホーホタウヌス出版が、無料の週刊誌、オーバーウルゼラーボーヒエを配布している。2010年9月13日からコルマメディエンは、オーバーウルゼラーシュタットクリアーーを刊行している。エキュメニズムのパブリックフォーラム、ザイトング・クリティシャー・クリステンは、 オーバー・ウルゼルに編集曲がある。オーバー・ウルゼルは、ヘッセン放送の二組の夫婦を描いた番組、イッヒ・オアイネグリュック・リッヒ・フラウの舞台として使われた。放送は2016年の7月から8月にかけて行われた。オーバー・ウルゼルには、私立図書館が一館ある。所蔵するメディアは、書物、音楽、映画などである。 フィンケン出版もオーバーウルゼルに本社を置いており、幼稚園や学校のための学習玩具や教材を出版している。ギムナジウムオーバーウルゼルオーバーウルゼルは、ホーホタウンス郡で最も重要な学園都市である。すべての地区に存在する合計7校の基礎家庭学校のほかに、上級家庭の学校としてギムナジウムオーバーウルゼル、ウルイコールギムナジウム、エーリヒケストナーシューレ、 シュティールシタット統合型総合学校がある。養護学校としては、実践的教育指導のヘレン・ケラー修霊、学習補助と身体、情動発達援助のためのハンストーマス修霊がある。これに加えて、オーバー・ウールゼルには、経済関連のフェルトベルク修霊、ホーホタウヌス修霊、フランクフルトインターナショナルスクールがある。その他のオーバー・ウールゼルにある、教育、訓練機関は、 以下のものがある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。